はい、皆さんこんにちは、プロゲーマーのネオです。本日はですね、最近意識している、ストリートファイター6のテクニックを本日は紹介していきたいなと思います。はい、ストリートファイター6の、意識しているテクニックの一つとして、まあ、こちらこうスタンした時ですね。まあ、スタンしたときに、まあ、基本的には、もう最大コンボを狙っていきます。まあ、例えば JP であればよくある、このコンボ。はい、3950出ますね。ゲージを払えば、まあ、こんな感じで、4240減らすことができます。ただそんなコンボをしなくても倒しきれる状況ってありますよね。例えばこれです。でこの時にこの倒しきるっていうのが分かっている、この時普通のコンボをやっていると、まあ途中でこんな感じで、倒してしまう。この体力が黄色くなっているのであれば、スタンさせたとき、ここでラッシュをする。コンボをするときにラッシュをする。そうすることによって補正値がかかって、これ 68% になってますね。コンボダメージをあえて抑えることができるんです。でなぜあえて抑えた方がいいかというと、こんな感じでたくさんコンボを決めれるようになれる、なるんですね。なので、例えばここら辺で、あ、黄色状態だ。倒しきれます。で、覚えておくと、こんな感じで、ゲージがもりもり溜まるんですよ。なので、あえて補正をかけることにより、倒しきれなかった時はやばいんですけどね。倒しきれなかった時はやばいんですけど、あえて補正をかけることにより、まあ、こんな感じでゲージをめちゃめちゃ貯めることができるっていう。まあ、なので、これが黄色くなったら、これで倒しきれるっていうレシピを知っておくと、ゲージ回転率がめちゃめちゃ良くなる。なのでまあ各キャラいろんな状況あると思うんですけれども、コンボあると思うんですけど、こういうねあえて補正をかけて、ゲージ効率を上げていく、それがすごく試合にも影響してくると思うので、まあ、実際問題ね、2ラウンド目相手3ゲージこっち1ゲージでスタンさせるなんて全然あるんで、その時にやっぱゲージ回収をどれだけできるかっていうのはすごく大事だと思います。はい、ということで今回のこのテクニックが参考になったなと思う方は、ぜひね、コメント、チャンネル登録、そして高評価、皆さんね、よろしくお願いします。それでは。